このバカ娘が、あんたって子はなんてことをしてくれたのよ。あんたのせいでせっかくのロッカのインタビューが全部台無しになったじゃないのよ。ちょっと待ってお母さん、私今日何か迷惑かけるようなことした？言われた通りにちゃんと家中ピカピカに掃除したし、妹のロッカのトロフィーとか賞状の額縁も全部磨いておいたのに。そうね、言われたことはちゃんとやってくれたわね。でも頼んでもいない余計なこともやってくれたわよ。ねえ彩香、あんた帰り際に記者さんに話しかけられていたでしょ。お母さんちゃんと見ていたんだから。うん、話しかけられたよ。天才特集のインタビューだけど、一応お姉さんからの話もいいですかってお願いされたの。でもちゃんと優秀で自慢の妹ですって言っておいたよ。はぁ、聞かれたのはそれだけじゃないでしょうが。あんた学歴を聞かれてるところ、私はこの意味でちゃんと聞いたんだからね。それは聞かれたことはちゃんと丁寧に答えたよ。妹さんが優秀ならお姉ちゃんもですよね。どこら出身ですかって聞かれたの。だから正直に私は中卒ですって答えたんだけど。なんでバカ正直に答えるのよ、このバカ娘が。そこは妹ほどはすごくないですってごまかすところでしょ。妹のロッカは頭脳明晰、運動神経は抜群の天才なのよ。そんなロッカにせっかくテレビ局からの取材依頼があったのに、なのにバカな中卒の姉がいるなんてバレたらどうしてくれるのよ。ロッカの華やかな経歴に傷がついちゃうでしょうが。ごめんね、そこまで気が回らなくて、聞かれたからつい答えただけなの。もう本当に、あんたってバカでグズでどうしようもない子ね。もう今日はあんたの顔なんて見たくもないわ。今すぐ出て行ってちょうだい。え？どうせ今月は仕事も早番って言ってたわよね。中卒の底辺姉は満喫にでも泊まって、そのまま出勤でもしていなさい。とにかく今日は一日私の前に現れないで。お姉ちゃんたらまたお母さんに怒られて。超ウケる。お母さんの機嫌を損ねて追い出されるとか何回目だよ。いい加減に学習しなよ。学習したくてもいつ何で激励に触れるかわからないんだよ。お母さんが怒るタイミングなんてまさに地雷みたいなものなんだから。私みたいに容量が良ければその地雷も踏まなくて済むのにね。なんでお姉ちゃんだけそんな容量が悪いんだろう。本当に姉妹とは思えないよ。そうだね、もしかしたら愛情やお金をどれだけかけてもらえたかで容量の良さは比例するのかもね。だから私とロッカでこんなに差があるのかもしれないわね。あれれれれれ、もしかして自分がバカで容量が悪いのはお母さんたちに愛されてないせいだとでも言いたいの？少しは影響があると思ってるよ。小さい頃からお父さんお母さんはロッカだけを溺愛していたからね。ロッカは小さい頃から私よりも頭の回転も速くて運動神経も優秀で、それに気づいた両親は、バカに金をかけても無駄だって私には習い事も何もかもさせてくれなかったし、なのに妹のあんたには好きなものを好きなだけ習わせていたよね。そりゃどんどん姉妹で差が開いてくると思うよね。悲劇のヒロインぶってるところ悪いけど、愛されないからバカになったんじゃないの。お姉ちゃんがすでにバカだったから愛されないんだよ。は？悔しかったらテストでも何でも頑張ればよかったじゃん。何の努力もしてないのにヒロインぶってんじゃねえよ。もちろん私なりに頑張ったよ。中学は学年1位の成績だったし、高校だって推薦だってもらえてたよ。ああ、そっか。そんな努力がゴミになるくらい私が天才すぎたのか。学年どころか私は全国模試1位だし、中1から始めたテニスは全国大会で優勝するし、その上適当に書いた作文は総理大臣賞を取っちゃうし、中卒の段階で全国の高校から入学のお願いが殺到するくらいだもんね。そんな妹がいたんじゃお姉ちゃんの努力なんて無意味だよね。ええ、全くその通りだよ。そのせいで何をやっても私は褒められたことなんてなかった。ついには妹のために少しでも多く学費を使いたいからって私は高校進学も許されなかったしね。合格した高校に辞退の連絡をした時のことは未だに覚えているわ。ぷぷ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 ぷ
の人生ってほんとかわいそう。でも天才じゃない人が悪いんだし、こればっかりは仕方ないよね。これからもボンジお姉ちゃんは天才のサポートよろしくね。おう、久しぶりだな、あやか。元気にしていたか。じいさん？おう、おじおじいさんだぞ。かわいいめいっ子よ。お前の母さんから聞いたけど、仕事が随分と忙しいようだな。仕事で海外を飛び回ってるじいさんほどじゃないよ。でも妹の結婚式も出れないなんてよっぽど忙しいんだろう。ちゃんと眠れているか？いい仕事はいい休息がないとできないぞ。結婚式って何のこと？何のことって、どっかの結婚式に決まってるだろうが。おい、あやか、お前本当に大丈夫か？仕事のしすぎで記憶が飛んでるぞ。いや、そうじゃなくて、私本当に知らないんだけど、ロッカー結婚ってどういうこと？私そんな話一言も聞いたことがないんだけど。聞いてない？お前、実家で暮らしてて妹の結婚式の話を聞いてないっておかしいだろ。俺は週末の結婚式のために帰国したんだぞ。妹であるお前たちの母さんから連絡をもらってな。ちょっと待って、今週末って言った？ロックの結婚式って今週末なの？あやか、お前本当に何も知らないのか？仕事が忙しすぎて右から左に聞き流したとかさ、そういうやつじゃないのか？本当に何も聞いてないの。お母さんたちからも妹のロッカーからも何も聞いてないのよ。どういうことだ？仕事で忙しいからお前は欠席するって俺は聞いてるんだぞ。だから式場で会えないならせめて飯だけでもと思って今お前の会社近くまで来てるんだが。ちょっとそのままそこで待ってて、私お母さんにどういうことか聞いてくるから。どういうことなの？お母さん、ロッカー結婚するって、しかも今週末に挙式するって、私何一つ聞かされていないんだけど。あらやだ、あんたそれどこで聞いたのよ。せっかく秘密にしてたのに。秘密ってどういうこと？じいさんがたまたま連絡をくれなかったら私何も知らなかったんだよ。お母さん、週末は私にお墓の掃除してくるように頼んでたよね。隣の県にあるから泊まりで掃除してこいって。なのにその週末はロッカーの結婚式ってどういうことなのよ。ギャーギャーうるさいわね。これだからあんたには秘密にしていたのよ。なのに兄さんのせいでバレちゃうなんてね。早くどういうことか説明してよ。なんで私にはロッカーの結婚について何も教えてくれなかったの？そんなの説明しなくてもわかるでしょ。低学歴の姉なんて式場にふさわしくないから教えなかったのよ。え？ロッカーと結婚するお相手の方はね、医者一族の優秀なところの息子さんなのよ。もちろん誰一人中卒なんてみすぼらしい学歴もいないし、そんなところにあなたが混じったら私が恥ずかしいじゃないの。ちょっと待ってよ。学歴を理由に私を呼ばなかったってこと？私はロッカーの姉で、お母さんたちの娘なのに。なのに中卒ってだけで、なんでこんな扱いを受けないといけないのよ。中卒なんだから仕方がないじゃない。低学歴のあんたが悪いんでしょ。ふざけないで。私は好きで中卒になったんじゃない。お母さんとお父さんが高校を諦めてくれって言ったんじゃない。妹をロッカーのためにお前は諦めてくれって。私には最低限の教育費しかかけられないからって。つまり妹をロッカーよりもバカだったあんたが悪いんでしょ。あんたがロッカーよりも優秀で天才だったら当然あなたも高校や大学に行かせていたわ。でも実際のあんたはクズでバカで容量も悪くて最悪な娘。低学歴の中卒がお似合いの娘じゃない。はあ？いいから、あんたは私たちの言うことを聞いていればいいの。中卒なんて恥ずかしい低学歴の姉は式場に来るな。あんたが来たらせっかくの優秀な妹の結婚式は台無しだわ。俺も中卒だから欠席するわ。誰？俺もって、まさかそんな理由で可愛いメイクははぶられていたとはな。妹よ、お前にはがっかりだよ。もしかして兄さんなの？兄さんがなんで彩香の LINE に登場するのよ。お前から彩香は仕事を理由に結婚式を欠席するって聞いていたからな。でもせっかく帰国したし、可愛いメイクには会っておきたいじゃないか。だから式場で会えなくてもせめて一緒にご飯でもと思って彩香の会社近くまで遊びに来たんだよ。
でついさっき合流して今は一緒にカフェ中ってわけなんだが、これは一体どういうことか。次は俺に説明してくれるかな妹よ。あ、いや、中卒は恥なんだっけ。それなら俺もお前たちにとって恥ずかしい存在だよな。俺も姪っ子の綾が同様に中卒の低学歴なんだからさ。違うのよ兄さん、私は別に兄さんのことをバカにしていたわけじゃないの。じゃあなんだ、綾がだけ特別にバカにしていたってわけか。お前の実の娘の綾かをな、綾がだけをバカにしていい理由が何なのか言ってみろよ。それはその、俺は今すごく悲しいよ。まさかお前に兄の学歴をバカにされるとはな。早くに亡くなった両親のために俺は中卒でお前を立派な女性に育ててやったっていうのに、それをお前は恥と思っていたとはな。中卒は低学歴で恥ずかしい存在だとお前はずっとそう思っていたんだな。違うわ兄さん、兄さんのことを恥だと思うわけがないじゃない。自分を犠牲にして私を育ててくれたことは感謝しているわ。それに今だってちゃんと働いているし、なんだったら写真家として成功して自慢の兄よ。なら彩香だって俺と同じく自慢になる存在だろうが。話は聞いたぞ、妹ロッカの学費のために高校進学を辞退したそうじゃないか。俺と同じように家族のために自分を犠牲にしてくれたんだぞ。それはそうなんだけど、そして中卒でも周りの学歴に負けないぐらい仕事も頑張っているんだぞ。そんな彩香だって優秀で自慢の娘のはずだろうが。家族思いの上に優秀だなんて、どんな天才妹よりもかっけえ女じゃねえかよ。なのによくもそんな彩香にひどいことができたもんだな。こうなったら俺もロッカの結婚式には出ないからな。けど悪いが欠席ってことにしておいてくれ。せっかく帰国してくれたのに出てくれないの。ああ、俺は中卒だからな。医者一家の人たちも俺みたいな低学歴は嫌だろう。それじゃロッカには結婚おめでとうとだけ伝えておいてくれ。お姉ちゃんお願い、兄さんせっかくして結婚式に参加するって約束させて。兄さんが欠席だなんてやばいのよ。新郎のご両親が兄さんの大ファンなの。だから結婚式で兄さんに会えるのを楽しみにしていてね。その兄さんが欠席だなんてかなりまずいの。それに式中の写真も全部兄さんにお願いするつもりだったし、私としてもいないとものすごく困るのよ。ちょっとロッカー、あんた世界的な写真家に何させようとしてるのよ。うるさい。いいからあんたはさっさとおじのじいさんを説得してきなさいよ。新郎たちにはお姉ちゃんの存在をずっと隠し通してるのに、なのにじいさんの欠席理由を答えたらお姉ちゃんのことも説明しないといけないじゃない。なるほどね、向こうは姉がいるってことも知らないのね。ねえお願いだよお姉ちゃん、なんとかじいさんを説得してよ。そしたらもうお姉ちゃんのことをバカにするのはやめるからさ。別にこれからもバカにしていいよ。そんなのにはもう慣れきったし、そんなことでじいさんの説得をしなくていいならお安いもんよ。そんな私を頼る暇があるなら説得ぐらい自分でやりなよ。そんなの言われなくてもうとっくにやってるよ。でもブロックされたのか、もう連絡もつかないの。だから困ってお姉ちゃんにお願いしてるんじゃん。でもあんたは天才なんだし、それぐらいどうってことないでしょ。ブロックくらいどうとでもなるんじゃない。ああ姉の数十倍も優秀で天才なんだからさ、きっとどうにかする方法が見つけられるよ。それじゃあとは自力で頑張ってね。私はもうこれを機に家を出ることに決めたから。お願いよ彩香、今日はついに結婚式当日なの。兄さんが来てくれないと本当に困るのよ。だからお願い、どうにかして兄さんを説得して連れてきて。どうせあなたたち一緒にどこかにいるんでしょ。もしかしてまだ代理のカメラマンを手配していないの。そんなのできるわけないでしょ。向こうの親族が兄さんに会えるのをすごく楽しみにしているのよ。それなのに実は欠席ですなんて言えるわけないじゃない。だから今すぐ兄さんを連れてきてちょうだい。そのお礼として特別にあなたの席も用意させるから。それが俺って舐めてるの。どっかの結婚式なんて招待されても行きたくないよ。こんな時まで私を下に見てるなんてお母さんたちにはがっかりだよ。何よその言い草は。せっかく席を用意してあげるっていうのに
なんて態度なの？こっちが下手に出てれば好き勝手言いやがって。いい？これは母親命令よ。今すぐ兄さんを連れて式場にやってきなさい。じゃないと彩香、あんたとは縁を切っちゃうわよ。それは大変だ。でもごめんね。私たち今空港にいるからさ。空港ですって？しかもこれから搭乗するからもうそっちには戻れないかな。縁を切られるのはちょっと悲しいけど、別にデメリットもないし、全然 OK。 今まで親子でいてくれてありがとね。ちょっと待ちなさい。空港って彩香、あんた一体どこに行くつもりなの？兄さんについていくことにしたの。会社を辞めてアシスタントやらないかって誘ってくれたんだ。え？兄さんについていくの？だってジンさんが困ってるって言うんだもん。メールが面倒だからって仕事を全部電話一本で受けるみたいでね。でもそれだとそろそろ大変だから、スケジュール管理をしてくれる人を探してるんだって。それをあんたがやるって言うの？今までたくさんいろんな仕事をしてきたからね。前に秘書してたこともあるし、スケジュール調整とかそういうのは得意なの。じいさんも私なら信頼して任せられるって言ってくれるし。そんな、そういうわけで式場には二人とも行けないから、今日の結婚式無事に終わることを祈ってるよ。そしてその後のロカの結婚式はというと、背格好の似てる親族に無理やりじいさんのふりをさせて乗り切ろうとしたそうですが、大ファンだという新郎親族にはそこでバレてしまったそうです。そしてこれは一体どういうことかと説明を求められたお母さんは、観念したのかじいさんの欠席理由と一緒に隠していた私の存在なども全て打ち明けたんだとか。しかしこれには新郎も新郎親族も驚いたようで、結婚式はそのまま一時中断。ついには、優秀な我が一族の嫁として迎えるにはあなた方は一切信用できないと婚約破棄を宣言されてしまったそうです。その後おじのじいさんからもお母さんに絶縁宣言が出され、たった一人の育ての兄に捨てられたお母さんは毎晩涙を流しているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。